皆さんこんにちは。心に響くぬくもりの声、ビタミンボイス、三山ひろしでございます。ふるさとの味を訪ねて第1回目は、大分県日田市でございます。今日はですね、日田で有名なこちらでございます。何かと言いますと、日田焼きそばということでね、早速食べてみたいと思います。オープン。美味しそうじゃないですか。じゃあいただきましょう。うわ、すごい、ボリュームがすごいですね。いただきます。お肉もまたね、細切りにしてますけど、弾力があって美味しいですね。で、このもやしのシャキシャキがいいですね。ソースはちょっと醤油ベースな感じですかね。これ腹ペコに最高ですね。この紅生姜の酸味とこの醤油ベースのソースがバッチリですよ。はい、ということでね、いかがでございましたでしょうか。今回ふるさとの味を訪ねて第1回目は大分県の日田でございました。日田焼きそば、こちらをね、皆さんにご紹介させていただきました。まあ、B 級グルメということではございますけれども、大変皆さんに愛されているそういう焼きそばでございますのでね、本当に美味しかったです。はい、ぜひ皆さんも日田にお越しの際はですね、ぜひとも食べていただきたいと思います。ということで、三山ひろしでした。それではまた次の街に行ってみよう。